急車、超人気声優浪川大輔の私物を奪え。というわけで早速アフレコスタジオに潜入。 お疲れさん。どうしたんですか。この男こそアニメ義風堂々金継と刑事で直江金継を演じる声優浪川大輔。世界に誇る日本のアニメ界を牽引する押しも押されぬ超人気声優である。視聴者にですね、浪川さんのグッズをですねぜひプレゼントしたいなと、浪川さんの思い入れがあるようなグッズが欲しいなと思いまして。そうなんじゃ。まあ義父堂々にね絡んでる。じゃあこれこちら。なんとそれはこれでいいですか。それな、なんですか。これは米沢まで刑事役の佐藤君が買いに行ってお土産にいただいた。え、もらっちゃっていいんですか。すごい俺なんか人にもらったものをあげちゃうみたいな感じであれですけどもまあでも佐藤君もそれだったらって言ってくれると思うんで、じゃあこれ。あ、いただきます。本当にもらってるんだ。だがそれがいい。浪川大輔がアフレコ現場で愛用していたファン垂涎の一品。しかも我らのサイン入り。さらにじゃあこちらも。ほう、そちらは。こちらはあれですよ、もうよく今ねなんていうんですか、もうこれつけてるだけで百人力と言いますか、ほうほう、強い男になれる。やっぱ義の男として、うん、ね、結構ずっしりと重いんですけども。なんと義父堂々オリジナルグッズもゲット。それ気になるんです。これこれ、うん、なんか鉄線っぽいな、うん、お鉄線ね。あ、金継ぐのね。これも。お、これもこれも。嘘でしょ。いやいや本当じゃ。浪川大輔を愛するアニメ義父堂々を愛するファンのためじゃ。何でも取ってくんすね。なんとなんとさらにプレゼントをいただきましたぞ。これにて任務完了。浪川さん、ご提供ありがとうございました。私こちらの方を皆様に、ね、やっぱ視聴者の方々に楽しんでいただきたいということで、愛を持って義を持ってこちらの方をプレゼントしたいと思います。よろしくお願いします。